1853年に作られたニラヤマ反射炉。鉄骨のフレームは耐震補強用。反射炉とは金属誘拐炉の一種。18世紀から19世紀にかけて鉄の精錬に使われた。ただし、元は鉄以外の金属に用いられた設備で現代でも鉄以外の金属の精錬に用いられている。パドル炉で錬鉄を製造する反射炉の断面図。 ファイアーボックスイコール燃焼室、ハースイコール炉焼、フルーイコール煙突熱を発生させる、燃焼室と精錬を行う炉焼が別室になっているのが特徴。燃焼室で発生した熱を天井や壁で反射、側方の炉焼に熱を集中させる、炉焼で金属の精錬を行う。反射炉は初期には低融点の金属の融解、中期には 航路からの先鉄の採用会、後期には各半製錬法による錬鉄の生産に主に用いられた。反射炉はもともと有点の低い銅や鉛などの金属の誘拐に利用されていた。最初の反射炉は中世の時代にあったとされ、金を込む時の制銅の妖怪などに使用された。17世紀末に初めて金属の精錬に適用された。 クレメント・クラーク順断尺と彼の息子タルボットは1678年、ブリストルのエーボン川のアゼにキューポラを建てた。1687年までは、鉛の精錬に用いていたが、匂うので銅の精錬用に変えた。反射炉は次の10年の間に、鈴等の幅広い金属の精錬に用いられるようになった。旧来の精錬方法に比べて、カッタニア木炭ではなく、 石炭を燃料として使用できるという優位性があった。鉄の鋳造技術においては、ヨーロッパでは18世紀まで中鉄は硬くて脆い、ものとされていたため炭造の鉄が重宝された。しかし、1735年に、ダービー2世が航路での中鉄の製造に成功し、シリコンの高い加工可能な鋳鉄ができるようになった、ことで、 蒸気機関などの製造が可能となり、産業革命が起こることになった。この航路の発明後、1766年に、クラネージ兄弟によって、航路でできた先鉄を採用解する反射炉が発明され、航路から独立して、大量の用途を得ることができるようになった。1784年には、ヘンリー・コートによって、核反射連邦が発明され、反射炉は、 連鉄の生産に用いられるようになった。これにより、旧来の塊鉄路は置き換えられた。ヨーロッパでは1760年代のクラネージ、兄弟による発明から1850年代のベッセマー天炉の発明までの約90年間が反射炉の時代に当たる。江戸時代後期になると、日本近海に外国船の出没が増え、解剖の必要性が問われるようになった。 外国船に対抗するには、精度が高く、飛距離の長い様式法が必要とされたが、従来の日本の鋳造技術では、大型の様式法を製作することは困難であり、外国式の誘拐路が求められることとなった。外国の技術者を招聘することがかなわない時代でも、あり、伊豆ニラ山大館の江川栄流、佐賀藩の鍋島直政などが、 オランダの技術諸島を参考に作り始めた。煙突部の移行が現存する萩反射炉。実用炉ではなく、主権炉とされる。江戸時代末期に技術水準の差はあったが、伊豆国、江戸、佐賀藩、薩摩藩、水戸藩、鳥取藩、萩藩,藩、島原藩などで、主に様式の野放の方針を鋳造するために、反射炉が作られた。 これらは幕府による伊豆国のニラ山反射炉や江戸の滝野川反射炉を除き、主に幕藩体制の藩が中心となった。なお、鳥取藩では、豪氏で、海鮮業を営む竹の武家によって進められ、また、島原藩では、民間人の各おもんみくまによって進められた。中造された方は、幕末には、外国勢力への牽制として、 また、母親戦争などの実戦に用いられたとも言われているが、定説となってはいない。反射炉に必要とされた、耐火レンガの製造技術は、明治時代の様式建築物に利用されるなど、歴史の転換に重要な役割を担った。反射炉の製造技術の導入が、日本史において突起されるのは、鉄製の大砲の製造が可能になったからである。 かつての鋳造技術では方針を鉄で製造する。場合は材質を均一にできず、方針が破裂する事故が多発した。そのため大砲は、鉄製から制銅製へと進化していった。しかしその後の技術発達において、鉄製であっても、材質を均一に方針を鋳造することが可能になり、再び鉄製の大砲が登場するが、日本では、 制度法の段階で技術が停滞したままであった。反射炉による鉄製法の製造は日本にとって鎖国下の技術停滞、開国による技術革新の象徴的な出来事となった。なお、反射炉では鉄製のみならず制度製動性の方も製造された。すでに反射炉が普及していた同時期のヨーロッパでは生産性の高い天炉が出現したことから、 日本での歴史的評価のように重要視はされてはいない。反射炉は20世紀に入り関英八万製作所が創業を開始、圧縁工程のロールを作るため復活した。相川義儀助の賭畑芋も追従し、反射炉によるロール製造を開始した。関東大震災後の鉱材需要増加で、大野重工業日本ロールも反射炉によるロール製造販売に参入。 日立製作所は東洋一のロール工場を設立した。戦中、平路メーカーの川崎製鉄と淀川製工所は自社向けロールの製造のため反射炉を建造し、戦中の反射炉稼働は十数機に及んだ。戦後反射炉は倍増三十数機が稼働し大活躍をした。 その結果日本の素行生産量は1993年から1996年の4年間、ついに世界一になった。その後中国とインドに抜かれ3位のザニールが技術を含めた総合力で世界一と評価されている。参照図解世界と日本の素行生産量の長期水図解戦後70年鉄鋼産業の戦後の歩み1997年に、 酸化炭素削減の共闘議定書採択により、反射炉は公衆廃油道路に移行せざるを得なくなり、2008年、淀川製高所4号機の廃炉をもって、1世紀に渡り活躍した反射炉は、鉄鋼産業から姿を消した。21世紀に入っても福島県岩木市の小名浜、精錬精錬所や回収された金属の精錬等で、使用されている。バーナーの炎が、 壁面に沿って回るので湯に熱が均一に伝わり、攪拌作業でも湯全体を隅々までしっかりと混ぜることができるため酸化物や不純物を取り除く精錬作業に向いている。反面、構造上、上部の開口部の空気と接する表面積が広いため、アルミニウム、ケイ素など酸化しやすい元素や亜鉛のように消耗しやすい元素を含む材質の溶解に適していない。 一方アルミ合金産業では反射炉が多用されるようになった。ありがとうございます。